はい、感謝してます。東京都江戸川区残りで丸太のお店八千代をやっております八千です、本日も八千宇宙評議会の時間がかかりました、この番組では毎回ゲストをいたしまして地球の事情を宇宙的なのでご説明いただきます、本日のゲストは、2回目の登場になります、新小岩のリアル二刀流鈴木達也さんです。リアル二刀流と意味深な名前呼ばないで、何がリアル二刀流、新小岩もリアル二刀流ありがとうございます。バッターもピッチャーもやってるバッターもピッチャーもやってる。今日はあの、来る、東来るのか、久米川の、ね、久米川ですね、はい、講演会にお邪魔しました。はい、ありがとうございます。人の講演会でありながら勝手にあの先ほどちょっと講演会の中でですね、ひとりさんの力量の話が、はい、ちょっと、ね、面白かったんでですね、ちょっと、はい、簡単にお話を、ポッとなお話をいただければと思います。なるほど、はい、ね、この話って何の話ですかっていうと、要は簡単に言うとね、そのまあこの話はお店やってる人がいて、まあ、お店閉めるってことになったんだけど、まあ、そこの従業員さんとその人うまく合わないと、簡単に言えば。で、まあ、簡単に言うと自分にとってはちょっと意地悪な人なんだろうねって話なんだと、もう推測するにで、そのお店を閉める段階になった時に、その人ね、その要はお店閉める人がね、すごいいい人だから、なんか私がね、お店を閉めたら、従業員さんに生き霊を飛ばされるような怖い。要はなんかね、意地悪な念を送ってくるんじゃないのって、肩が重いって、なんかね、嫌な念を送ってくるんじゃないのかなって、すごい怖いんだって話があって、でね、ひとりさんがその話を聞いたときに、あのね、って、いい人が生き霊を飛ばされるとかってびっくりしてちゃダメなんでって、こっちから生き霊を飛ばすぐらいの勢いがないとダメなんですね。ダメなんですよ。だいたい普通受ける側しか考えてないですね。そうなんです、そうなんです。で、またいい人ってね、なんか本当にひとりさんがいつも言ってるけど、いい人ってそのままで、なんか自分が一歩下がって、ちょっとね、自分さえ我慢すればいいって思っちゃってる人がすごい多いのよ。なるほど。そう、でもそうすると、やっぱり意地悪な人の波動が強いよねって話なの。で、そんなね、意地悪なね、例に負けてちゃダメですよ。ね、そう、じゃあ皆さんもね、あのどんどんね、生き量飛ばしてください、ね、そう、生き量飛ばしてください。こっちから生き量飛ばす勢いで、ね、念をね、念をね、毎日ね、神社に行ってね、ね、小さい藁人形作ってどんどん打ち込んで、それじゃダメだよ。それ捕まるよ。これなんか逮捕されてきていた。あ、プーチンね。あ、プーチン。達也さんの写真顔につけてね。で、俺かよ。いやでもね、今旬は激文ですよ、お兄さん。私もね、今日がウイチンです。ウイチンだよ。そう。でもね、ゆみちゃんもね、やったもやった楽しかったでしょ。楽しい。でね、やったなんかもうね、うずうずしちゃってここでウォーとかね。もうね、我慢しきれない。ウォーって。やったら楽しいです。歌うらなんとか言わない。いやでもやっぱ人って楽しいと動くよ。そうで、やっぱり俺ね、まあ、俺はこれは個人的な、うん、あくまでも個人的な感想です。やちさんもゆみちゃんも絶対やったら向いてるんだから、あの絶対機会があったらね、やね、俺今日講演会来たからもうこう心の中でよっしゃ、今日激文絶対。いやまあでもね、人ってタイミングがあるからさ、これがタイミングだったんだと思う。でもいいよ、向いてるんだからやり。ね、またあのね、突然やり出します、ね。突然、いやでもね、まだ師範も。こう。やってやらない。それでは、鈴木達也さんに最後の質問です。はい。達也さんは毎日炎の浄化をやってますか。毎日、うん、毎日やってません。特別でしたよ、そんな不真面目でいいんですか。いいです、うん。っていうか、いやほら、毎日やりたい人はね、これが義務感になっちゃダメだよって話。で、やつさんもそうだし、ゆみちゃんもそうだと思うけど、何かモヤモヤが溜まったらやろうかな程度の話でいいよ。そう、それを毎日やらねばになっちゃうと、やっぱり義務感になっちゃうからね。誰が毎日。いや、うん、ずっとたまに。あ、たまに。たまにやってるんだ。すごいすごい。ここ動画なのかな。今日はですね、予算の関係上、小岩のラブホテルでブルードラゴンから場所変わってんじゃねえかよ。ごきげんよう。ごきげんよう。